はい、皆さん、こんばんは。ハリウッドスターを目指す男、アレクサです。チャンネル登録者、1名様減りまして、68名様になりました。ただ引き続き、本当に皆さんいつも、ありがとうございます。ですね、まあ、僕はですね、毎朝、朝起きたらですね、まず何をするのかなんですけど、あのブログです。毎日ですね、2500から3000文字の、自己啓発っぽいですね、あのブログを毎朝、アメブロとライブドアっていう媒体を使って発信してるんですけど、昨日ですね書いたブログで、コンプレックスは、さらけ出すメリット3選っていうのを書いたんですよ。で、僕ですねこのチャンネル内でこういろんなコンプレックスっていうか悩みっていうのをもちろん発信してきた、つもりではいます。例えば、イボジに悩んでですね、実はボラギノールで治したとか、実はっていうかめちゃくちゃ短足とか、こう、まあ、この頭がこう絶壁だとか、あとは何ですかね、借金があるとかですね、あのホームレスだったとか、コンプレックスではないですね。あとは何かありましたかねって思うぐらい多分発信したと思うんですよ。で、実はあと1個というか、まだ実はあって、何かというと、実はですねすごいこうコンプレックスというか悩みなのかもしれないんですけど、あの僕ですね脇が体質なのかもしれないんですよね。これをですね、まあ、気づいたのは大体まあ高校ぐらいからですね。で、大学にかけてもまあそうで、まあ、今大人になって28歳になるんですけど、その例えば高校の時とかってこう白シャツとかをたまにこう着るじゃないですか。で、めちゃくちゃ黄ばむんですよ。これ多分脇側って僕いろいろ検索したんですけど、脇側の体質でこう脇側の人はこうなるみたいなのに当てはまっていたんですよ。だから本当に脇側なんじゃないかなと、思ってます。だから脇側の人ってこう自分で匂い気づかないって結構言われてるじゃないですか。僕気づくんですよ。だから実際どうなのかなと、思いながら、多分僕と出会った方ってもしかしたら1回は僕にこう言われたかもしれないんですけど、おい臭くないって僕めちゃくちゃ聞くんですよ。ただここで大体僕のことを気にして本当は臭いけど臭くないみたいな言う人って多分いっぱいいると思うんで、本当に基本的に信用してなくて、どうしようかなってすごい悩んでます。ただ23歳ぐらいになってやっぱある程度こう、まあ、全然余裕ないんですけど、まあ高校生とか、まあ、中学生の時に比べてやっぱお金に余裕が出てきたんで、やっぱこう自分でこうケアをしたり、お金を使ってこうケア、まあ、そんな大金じゃないですけど、もう1000円2000円でこうケアをできるように、なってから、こうできるだけこう、まあ、匂いが防げてるんじゃないかなと個人的に思ってます。だから僕例えば23歳以降ですね、僕めちゃくちゃですねこう匂いを気にするようになって、やっぱ女の子にモテたい、これのためにやっぱ生きてるようなもんなんで、もう臭いって最悪じゃないですか。だからとにかくですね、今は本当にシャワー大体1日3回、浴びてます。ただバイトの時っていうのはさすがに勤務中に浴びれないんで、まあ、朝と夜になっちゃいますけど、あの、まあ、基本的に女の子と会う前っていうのは絶対にシャワーを浴びて、デオドラントを塗ったり、まあ、寝る前もですね、もう誰とも会わなくても必ず香水を振るんですよ。で、この香水っていうのはドバイで買った、まあ、アラブのこの富豪がつけるようなちょっときつい香水なんですけど、これをまあつけて、まあ、寝るという、まあ、対策をしてます。はい、なんでもしかしたら、いや、そんな匂ったことないよっていう方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、実はこういうケアを僕はやってたっていうことをお伝えしたいです。一番のピンチの時があって、2018年10月から、ホームレスとして約8ヶ月間公園で寝泊まりしてた時、この時はですね、もうやばかったですね。もう脇がに天敵です。ホームレスっていうのは基本的にもうシャワーっていうのは、まあ、こういった水道、公園のこの水道蛇口があるじゃないですか。まあそこにこう頭をガーン突っ込んでバーってこうやるんですけど、もちろん下半身は洗えない、上半身だけですよね。なんかもうここにもうバーってもうシャンプーとかをバーってやるみたいな、けどなんかこう匂いがもしかしたら出てたかもしれないし、その時ちょうどホームレスの時も90分5円英会話っていうのをスタートさせていたんで、もしかしたら生徒さんで、いや実は先生めっちゃ臭いんだよねって思ってる方もしかしたらいるかもしれないです。その時は、まあ、僕はそういう脇が体質だよっていうのをあの、まあ、理解していただけたらなと思います。こういう人間なんで、あの、隠す必要もないし、いつかバレると思ってるんで先にこうバラそうと思って、先手必勝ですね。で、こういったコンプレックスって、まあ、もちろんみんながみんなさらけ出す必要はないと思うんですけど、僕はまあこうやってさらけ出すことによっていろんなメリットが
あると思ってます。これはもうブログにも書いたんですけど、例えば僕がワキガっていうことを知っていただいたら、例えばこの動画を見ていただいてる、まあ、女性陣に見ていただいたら、僕と会う時に、あ、実はあいつワキガだったよねっていう、この潜在意識で僕多分会うと思うんです。ただ実は会った時に、いや意外と匂いしなくねみたいになった時に、僕の株って上がると思うんですよ。え、意外と臭くないやみたいな、じゃなくて脇がっていうことを知らずに初めて会って、いや臭みたいなになっちゃうとか、臭ってなんか失礼ですね、なんかちょっと匂いきついんだけどみたいなになっちゃったら、こう、まあ、僕もショックというか、やはり相手にもショック与えてしまうかもしれないんで、もう先に公表することによって、僕はこういう人間ですと、はい、地に悩んでます、借金があります、足が短いです、頭が絶壁です、あとはその脇が体質ですっていうことをやっぱ知った上で、やっぱりこういろんな方とお付き合いしていった方が、僕はこうまあ楽に生きていけるんじゃないかなと思ってるし、やっぱりこう隅々までやっぱ自分の情報、もちろんお会いしたことがない方が大半だと思うんで、やっぱ僕が自分の情報をやっぱりさらけ出すことによって、あ、こいつってこういう人間なんだと、こいつ裏ないなと、やっぱそういう男って僕はモテるんじゃないかなとやっぱ思ってるんで、個人的にですね。なんでガンガンさらけ出していこうと思ってですね、今日は実は脇が体質っていうのを公表しようと、思いました。なんですね、皆さん、今後ともよろしくって、なんか変ですね。ただ僕は借金もあり、脇が体質で、こう、まあ、やばい人間なんだよっていうのをこう、まあ、ご理解いただきながら、ぜひですね、また動画を見ていただけたらと思いますので、皆さん今後とも、よろしくお願いします。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男アレクサがお送りしました。それでは皆さん、失礼します。